それでは皆さん、こんにちは。民主党衆議院議員の枝野幸男でございます。何としてでも、ぜひ多くの皆さんと一緒に、この国の政治を根っこから変える、そのための政権交代を一緒に作り出していただきたい、そんな思いで、3人で今日はリレーでお訴えをさせていただいています。官僚主導の政治の下で、富国強兵殖産興業、歴史の社会化の時間となったことあると思いますが、明治維新の時にアメリカ、ヨーロッパに追いつき追い越せと日本を近代化させていこう、あの140年前の明治維新にスタートしたその時の政治構造、富国強兵の強兵だけは60年前に諦めて、富国そして殖産興業経済でアメリカ、ヨーロッパに追いつき追い越せという、こういう目標に向かって私たちの国は100年以上にわたって歩んできました。ところが私たちの国の社会の在り方自身が、この140年前の明治維新の時、あるいは戦後60年前の終戦直後の時代と最近急激に変化をしてしまっている。いい悪いじゃない、現実が変わっている。だから政治が変わらざるを得ない。一つは日本の人口がこれから急激に減っていくということです。明治維新から140年間、そして戦後の60年間、日本の人口は基本的に増えていくことを前提として、いろんな仕組みが出来上がっています。続け、特に戦後60年間は急激に増えていった。しかしこれからは日本の人口急激に減っていくんです。戦後60年間で8000万人から1億3000万人にと5000万人も増えた。これから50年も足らずでこの5000万人が日本からいなくなる、急激な変化なんです。政治も皆さん変わらざるを得ないんです。今の自民党政治というもの、中央集権官僚主導政治というものは、人口が減っていて中国や東南アジアに追いかけられるという立場に180度変わった日本においては、幕府を倒すことによって初めて日本の近代化の扉が開いたように、政権を変えることによって新しいものを創造することはできないんです。だから政権交代ということを私たちは訴えているんです。